え、もうですか。はい、というわけで新年明けましておめでとうございます。はい、というわけで始まりましたゆるしくラジオ第、73回は、お相手は国文学科1回の、エースこと有馬弘樹で、お送りしたいと思います。ということで、はい、2015年始まりました。そうですね、今年もダラダラとして、一応自分実家が島根で、向こうの方に帰らせてもらったんですけど、まあ一人暮らしじゃないですから、もう両親が、料理を作ってくれるもん、まあ、自分も作りますよある程度は。ただその何でしょう、やっぱり頼りっきりになって、まあ、ダラダラと食っちゃね食っちゃねで、まあ、堕落した正月でした。まあでも正月は正月で、今年はやっぱりしっかり自分にストイックな年にしていきたいと思います。あ、そういえば、関西の方は雪がだいぶ降ったんでしたっけ。ですよね。いや、島根はもうほとんど降らなくて、ちょっと一回大雪なとこを見たいなって思ったんですけど、まあ言うてこっちに戻ってきたらやっぱり、いや島根の方が良かったって言うんでしょうけどね。まあそんな感じですね。あ、でも本当なんか一回正月、冬休みぐらいをちょっと雪深いところで1回でいいんで過ごしてみたいですね。鎌倉作りたいんですよ。そういえば人生でまだ鎌倉というものを作ったことがなくて。あ、まだ作ったことない。ないですね。雪だるまはかろうじて1回ぐらい作ったことあるんですよ。おー、まあでもやっぱりそうなんですよ、雪降らないですから。そうだね。あの画面外から、はい、2回生のいちごことふるいちです。はい、ふるいち先輩のフォローもありながら、まあ拙い進行ですけど1時間頑張りたいと思います。はい。あ、卓木宝剣さん、どうもどうも、というかまあ大体誰かわかりますけど、はい、よろしくお願いします。まあじゃあどうしましょう。あ、ふるいち先輩はこの冬休み、はい、どんな感じでした。あ、はい、実家の新潟に帰りまして、はい、元旦に雪が降ったんで早速雪かきをやっぱ降りましてまいりました。はい。あ、ラインポップさん、降りましたね。やっぱ降ったんですね、こっちの方も、うんうんうん、大変ですね。確かそうで、新潟で、はい、まあ、結構降って、平地でもだいぶ降ったので、はい、あ、そうなんですか。うちは平地の方なんですけど、あ、まあ、それでも雪かきして、へ、雪だるまも作って、はい、うん、いいな。鎌倉も作ったね。はい、作ったんですか。はい。ちょっと来年行っていいですか。あのね、山奥に行くとすごいいっぱいあり、はい、あ、やっぱすごいんですね。山奥は本当にすごいよ。はあ、いいですね。うん、島ね、降らないんですよ、本当。あ積もっ試しがないですね。あ、え、そうなんだ。本当に、1回10センチぐらい積もってそれぐらいですね。あー、それでも10センチぐらいなんぐらいですね。あー、新潟とか北海道とかぜひ行ってみたら行きたいですね。いいと思います。1回、それか近場なら、はい、奈良からの近くだったらもう、はい、滋賀とか、あー、行けば降るんですか。降るよ。あの京都、はい、あのいつも帰るとき京都から、はい、あの富山のところまで行くんだけど、はい、もう京都から出て滋賀の方に行くと、あの、はい、琵琶湖のあたりがもう雪でいっぱいなので、あのユーチョルの、はい、あの、そうですね、会長 の, 会長の地元、はい、めっちゃ雪あるから、マジですか。押しかけていけばいいと思う。押しかけましょう。あ、じゃあもうもし見ていたら会長よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。ということで、で、まあ2014年が終わって2015年と、うん、まず今年の抱負から。お、まあ、新年最初の放送ですからね、はい、そうですね。もうとりあえずまずは自分から発表していきたいと思います。今年は食欲に負けない。ん？食欲に負けないで。はい、はい、その心は、あの、あれなんですよ。自分、あの、ものすごい食欲がすごくて、ほう、だいたいその1ヶ月に使える、まあ、お金ってあるんですよね。あ、だいたい限度ありますよね。まあ、あの一人暮らしなんで、はい、でそのうちのだいたい9割5分ぐらいが、あの、ほう、食費に回っちゃうんです。すごいですね。すごいですよ。ちょっと ちなみに、はい、上限は何
一応光熱ルテール、はい、はい、言えたらどうぞ。言います。はい、光熱費とか家賃とかはまあちょっと廃捨てて、はいはい、その生活費のオンリーでいくと12,500円なんですよ。はい、え、はい、マジで？そんなもんです。あのあれです、奨学金は取ってないもの。あ、他の人は結構取ってるんですけどね、奨学金、うんうんうん、ですからもう大丈夫？大丈夫？生活大丈夫じゃないですだよね、大丈夫じゃないだよね、うん、もうなんとかなんとか切り詰めて、とりあえず餓死しないように生きてます。頑張って生きて、頑張ります。頑張って生きて、それの大体9割、はい、9.5 割、はい、それぐらいが飛びますね、食費に。あつら、辛くない？辛いです、辛いです。だからこそ、はい、今年はちょっと、なるほど、食べる量を抑える、まあ、あれですね、夜食とか、なんか、あー、はい、そういう面を減らしてて、できるだけその食費に使うお金を削って、なるほど、はい、まあ、貯蓄もしていきたいなと。本当に頑張って、はい、頑張ります、頑張ります、はい、今年1年は受難の年になるでしょう、ね、私は。古市先輩は、あー、僕はですね、はい、まあ、一応今教職を受けてるんですけど、はい、まあ、今2回から結構忙しくなってきて、はい、3回ではなんかさらに忙しくなるっていう情報を、はい、聞いているので、はい、折れないように、はい、心が折れないように頑張りたいと思います。待ってください、はい、フレッチ先輩、はい、ですね、はい、ちなみにもう1月 の、 テスト期間の時に、はい、模擬授業を、15分間の模擬授業をやることになってしまって、はい、ちょっと今心が早速折れそうなんで、はい、早くないですか？頑張っていきます、頑張って生きていきます。はい、マジっすか、やっぱ大変ですもんね、はい、上の学年になるって。なんかね、その模擬授業が、はい、なんか5人選ばれるやつで、はい、まず1回なんか1分間のプレゼンをやってから、はい、その中からなんか5人なんかやってほしい人選んでやるみたいな感じだったんですけど、はい、他にいい人がめっちゃいっぱいいたんですよ、はい、なんか 塾講師みたいな、はい、発表の仕方でも、はい、この人だなって思う人がなんかいっぱいいたんですけど、はい、なぜかそういう人たちが選ばれないで、はい、古市先輩が目を泳がせながら発表した俺がなぜか選ばれて、はい、うーんってなって、あれじゃないですか、にじみ出る才能を嗅ぎつけられた。やめてください。マジでやばいです。今冬休みに実家に持って帰るの忘れて、はい、何にもやってない状態で今昨日から準備始めたばっかりなんで正直やばいです。先生にマジで怒られそうです。はい、はい、大変ですね、やっぱ、うん、上はそうです。もう自分ももうじき2年生になりますわ。あ、はい、なりますわ、はい。大変なんですよね、やっぱり、うん、学年になるって、うん、まあ、あとなんかその、はい、ゼミとかの課題が増えてきたりとか、はい、発表とかもどんどん増えてくるので、はい、大変です、本当に大変です。いやだ、まあ、まあ、でもちゃんとやれば評価してくれるから、その分頑張ってっていう、はい、頑張ります感じかな。頑張ります。まあそうですね、こんな感じで皆さんもとりあえずまず新年の目標を立てて、それに沿った、まあ、沿らなくてもいいですけど、まあ、そういう、なんでしょう、意思を持って充実した一年を過ごしてください。そうですね、はい、そうですね。では、まあ、オープニングトークもそこそこに、おう、まあ、とは言っても特に何も話題もないんですけど、とりあえず自分は本を読むことがものすごい好きなので、うん、今回はブックレビューなるものしてみようかなと。おー、有馬くんのコーナー、はい、ブックレビューやってみたいと思います。はい、まあ、とは言っても新しく出ましたこの本はみたいな感じではなくて、ん、その自分が今まで見た本の中で、あ、その独断と偏見に基づいて、なるほど、よりすぐりの、そうです、おすすめはみたいな感じなんで、お、いいですね、まあ、多少聞き覚えのあるような本もあると思いますが、ご容赦ください、そこはちょっと自分私の自己満足に付き合っていただきたいと思います。はい、では、早速始めたいと思います。ではまず、ちょっと待ってください、はい、ちゃんと紙に書いてきたんです。もうちゃんと準備をしてまいりました。はい、ではまずは、ホラー、ジャンルのホラー本から紹介していきたいと思います。ホラー小説、はい、小説かな、小説です、はい、はい、だよね、ホラー小説、一応有名どころですけど、ちょっと待ってくださいね。ん？
疲れ様です。あ、はい、放送中です。お疲れ様です。あ、はい、はい、あ、すみません。お疲れ様です。あ、代表の松岡さんがいらっしゃいました、はい、訪問していただきました。はい、では、発表したいと思います。はい、私がおすすめするホラー作品は、お、じゃん、鈴木浩二さんのリングシリーズです。まあ、あの皆さん、あのテレビから這い寄ってくる、髪の長い目の怖い女の人を貞子といえば、まあ、ご存知かと思いますが、そのリングの、映画の原作になったシリーズですね。いつぐらいの本になるんですかね。多分10、20年ぐらい前だとは思うんですけれども、何でしょう、カルトホラーっていうんですか、そのほうほうほう、オカルトチックなホラーの先駆けになるんですかね、これが。おお、なるほど。いや、面白いです、すごい。ただ、あの映画とだいぶ違うんですよね、小説のリングっていうのは。その映画でしたら、それこそさっき言ったみたいに貞子がテレビの中からズリズリ出てくるっていう描写が最もその恐怖を湧き立たせる場面ではあるんですけれども、まあ、小説にはあれがないんですね。あ、そうなん、ないんですよ。あれは映画オリジナルの、多分、なるほど、あの何ですか、その描写になるんですけど、まあでも何でしょう、あっちの、映画版のリングが、はいはい、もうガチモノの怖さ、ど真ん中直球の怖さで言えば、こっちの小説版の、はいはいはい、リングは何でしょう、変化球、若干サイエンスものになるんですね。その、あ、そうなんだ、はい、病気が混ざってきたりとか。あ、でその次のシリーズ、リングの次が螺旋っていう本になるんですけれども、ほうほうほう、そっちだと、あ、それと、すいません、もう次の作品のループっていう作品、そういうのになってくると、はい、なんか DNA が関係してきたりとか、まあそれはそれでなんか面白いんですね。サイエンスチックな、はい、怖いだけではなくて、そのなんでしょう、科学の観点からも見ようと思えば見れるみたいな。だからそのなんでしょう、理にかなった恐怖って言えばいいんですか。なるほど、わからないですけど。なるほどなるほど。あ、でも逆に言えばよく考えられてるっていう、はい、そうなんですよ、すごいですよ。あ、まあ、さすが一世を風靡しただけの小説だなと。そうですね、はいはい、ぜひ、映画は見たけど小説は見てないとか、映画のあれは怖いっていう人がいるんでしたらはい、はい、ちょっとこっちのまずリングシリーズの小説を見て、ほうほうほう、こういう怖さもあるんだなっていうのを体感していただければ、はい、おコメントが、はいはい、ボビーシローさん、あ、はい、あの前の番組も見てなるほどらっしゃった方ですね。はい、ありがとうございます。はい、ハイコート。すみません、俺ちょっとこの流れがわからないです。ああ、古市先輩わかります？あまりわかんないですね。すみません、ごめんなさい。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分もちょっとテンション上げてやっていきたいと思います。はい、まあただの怖さじゃないっていうことですね。はい、つまり、まああの一味違った、はいはいはい、また別のスパイスの効いた怖さなので、ぜひ読んでいただけるとありがたいです。はい。まああとこの鈴木浩二さんっていう方は結構他にもホラー作品を書いていらっしゃる方でして。やっぱり有名どころだと、ほの暗い水の底からという作品ですね。こちらもあのリングと同様映画化もされて、でアメリカの方でもだいぶ評価されている作品で、こっちのこのほの暗い水の底からっていう作品はそのカルト成分を排除した、おあのなんでしょう、ものすごい現実的なホラーというか、もうまさに僕たちにも起こり得るような、普通に体験できる、はい、そうですそうです、ようなとあるマンションのとか、あ、感じなんですね。なるほど。あ、だからなんか親近感みたいなものが、はい、そうですね、湧いちゃったりして、本当に恐怖が怖かったですね。なるほど。正直リングより怖さは上でした。マジですか。こちらもぜひ、なるほど、怖いものがおすすめだそうです。大好物だという方がいらっしゃればどんどんご覧ください。そうですね。はい、ではすいません、ホラーはこれぐらいにして
どうしましょう、一冊、はいはい、この程度の時間で俺はやりきれるんでしょうか。そうですね、今45分ですね。あと45分ですね。頑張っていきたいと思います。はい、はい、続きましては、じゃあミステリーいきたいと思います。まあミステリーはいろいろありますね、うん、まあ、特に海外の昔の作品、あ、海外のは有名なのがありますね、多いですね。まあ、今回紹介するのもそんな海外の作品の一つで、うんうん、まあ、やっぱりかなり有名な作品なんですけれども、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、お、丸谷ゆりさん大好物です。大好物です、ね、ぜひぜひ鈴木浩二さんの小説をご覧ください。ぜひ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。別にあの鈴木浩二さんの回し物ではないです。宣伝してるわけじゃないです、はい、絶対見るとかいうわけじゃないんで、もう興味が出たら、そうなんです、もうご覧ください。そして、お、あ、なんか見たことがある名前が書かれている、さすが古市先輩。はい、では発表したいと思います。私が紹介する次の、ミステリーは、はい、アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなったです。あ、聞いたことある、はい、あ、読んだことはないけど、あ、そうですか、タイトルは聞いたことある、はい、大丈夫だよ、ミステリーの金字塔です。タイトルは知ってる、はい、ありがとうございます。まあ、多分、皆さんも結構タイトルは知ってるっていう方がいらっしゃると思います。まあ、アガサ・クリスティっていう方は、イギリスのミステリー作家、うん、で、ポワロとマープルシリーズなんかが有名ですね、はいはい、でその方の、まあ、代表作の一つで、これはアメリカ の何でしょう、全米そのミステリー同好会みたいなのがあるんですね。おう、でそういう人たちの集まりでその選んだ、何でしょう、日本でいうなんかこの本がすごいみたいな、ああいうのベストオブミステリーみたいな、そんな感じです。おそれの、ランキングに大体鎮座している、必ず上位に入ってくる、上位に入ってます、時たま1位にもなるような、あ、すごい代表作です。なるほど、はい、どうしましょうか。これはあらすじをとりあえず大雑把に説明していきたいと思います、はいはい、ネタバレにはならないので、はい、大丈夫です、安心してください、はい、まあ、とりあえず、このそして誰もいなくなったっていう作品の、舞台はイギリスのデボン州インディアン島っていう孤島にある、ある屋敷なんですね、うん、でその屋敷に、とある、年齢職種全く関係のないバラバラの男女10人が、招かれます、うん、その彼らにはそれぞれ、差出人が UNOEN っていう名前の手紙でこちらに、まあ、パーティーをするのでいらっしゃってください的な手紙が来るんですね。LINE ポップさんからタイトルは聞いたことあります。ありがとうございます。ちょっとこのあらすじももうちょっと我慢して聞いていただければ。はい、お願いします。どこまで言いましたっけ？あ、そうですね。で、10人がその手紙を渡されて、で、そのインディアン島という場所に集められました。おなんですけれども、その場にこの UNOEN、まあ、OEN 夫妻は現れなかったんです。そうなんです。で、その選ばれた10人の中のうち、召使いと言えばいいんですか、はいはい、そのいろいろな食事の世話をしたりだとか、はいはいはい、 そうですね、そういう方も招かれたんですけど、うん、その人たちに聞いてもこの応援夫妻という方には会っていないと、うん、この差出人で雇うっていう手紙が来たから私たちは来たんだと、はあ、でここで UNOEN とは誰なんだという話になるんですね、うん、で、この UNOEN っていう名前なんですけれども、うんうん、これをアルファベットに直すと、ちょっと待ってくださいね、もうなんか、はい、深い話になってきたぞ。知らないからちょっとワクワク、すごいワクワク。ありがとうございます。なんだなんだ、こちらです、はい、UNOWEN、はい、これで UNOEN となるんですね、はいはいはい、で、これをもうちょっとその考えてみると、はい、アンノウンってあるじゃないですか、あー、あれに引っ掛けてあるんですよ。あー、だから知らない、はい、なるほど、あ、もう未確認、知らないみたいな、 そんな感じ、誰かもわからないものからの手紙、はあ、なるほど、そうなんです。つまりもう誰からもわからないという人物からこの10人はとある孤島に
まあおびき寄せられたわけです。なるほど、はい、でそれでその10人たちは一体これはどういうことになるのかとなります。ほうほうほう。まあでもそこはとりあえず置いといて、まあひとまず休憩しようと、うん、晩餐になるんですね。ほうほう。でその晩餐の場で、まあ、まさにご飯を食べようとした時に、はい、とあるアナウンスが屋敷の中から聞こえてきます。はあ。そのアナウンスというのが、その選ばれた男女10人それぞれにまつわる過去の話なんですけれども、はあ、それはまあ一見ただの事故なんですけれども、うん、実はちょっと関係あるんじゃないかっていう、裁かれてはいないけれども、はい、それは罪になるんじゃないかっていう、それぞれの過去の何でしょう、罪のようなものの、はいはい、過去の罪、はい、密告が行われるんですね。あ、まあ、その声はもちろん機械質な声で、別に誰かが言ったわけではないんですけれども、はいはいはい、でその後屋敷を調べてみると、うん、まあ、その録音してあるカセットテープがあって、でそれが流されたと。あ、でこんな悪趣味なことをしたのは誰なんだとなるんですけれども、うん、ここでとある人物が、うん、まあ、まず殺されてしまうんです、ね。はい、殺されてしまうんです。あ、一人いなく、そうなんです。あ、そして題名の通り一人一人だんだん殺されていくんですけれども、なるほど。その様子が、はい、そのどこでしたっけ、多分インディアン島なので、うん、そこら辺に伝わる童謡だったはずなんですけれども、うん、そのインディアン10人のインディアンかなんかっていう童謡があるんですね。それになぞらえた殺され方をしていくんです。あ、怖い。はい、また一人また一人と亡くなっていって、はい、最後の一人になってしまうんです、ね。うん、でもその方は、うん、まあ、犯人ではないんですよ。あ、だから結局、はいはい、その精神的に追い詰められて、うん、その方は自殺してしまうんですね。はあ。そして島には本当に誰もいなくなったと。だから誰もいなくなった、はい、なるほど、という話なんです。で、まあ、この後もうちょっと続くんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっとそれは口述、まあ、それ読んでからの、はい、なるほど、まあ、ちょっと後でまた言いますね。はいはいはい。で、このお話を進める、まあ、まず第一の理由は、うん、まあ、一見してみれば、うん、ただの見立て殺人、まあ、同様になぞらえた殺人なんです、ね。ですね。まあ、そんなありがちじゃないですか、最近だったら。それこそ、うんうん、火曜サスペンス劇場、あ、はいはいはい、山村美沙サスペンスみたいな。そうですね。そうなんですよ、はい。まあ、でもそれでもアメリカの中でそのトップクラスに数えられるミステリーとして称えられる理由の一つとして、うんうん、この作品には探偵が存在しないんです、ね。お、例えばそのさっき言った山村美沙、赤い霊柩車シリーズだったら、はいはいはい、女の人すいません名前出てこないんですけどね。あ、はい、あ、ラインポップさん、マザーグースのニグロの子供の話ですよ。おお、知ってる。それです。ありがとうございます。ありがとうございます。まさにそれですね。どこまで言いましたっけ。そう、そういうその、はいはいはい、同様殺人とか、はいはいはい、じゃなかった、間違えました。探偵の話でした、ね。はいはい。ですからその山村美沙サスペンスで言えば女の方、うんうんうん、あとはその探偵といえば、まあ、金田一耕助、あ、はい、そうですね。海外で言えばそれこそこの同じ作者が作ったポワロとマープルなんか、うんうんうん、そういう人たちが、まあ、証拠を見つけてそれをつなぎ合わせて犯人をあぶり出していくっていうのが、うん、まあ、これがミステリーの醍醐味なんですけれども、うん、このそして誰もいなくなったという作品には探偵が出ないんですね。ということは私たち自身がその文章の中に散りばめられている証拠をちゃんとつなげていかなければならないという、読者自身が探偵、はい、そうなんですよ。あ、だからまた違った見方ができる、はい、そうなんですよ。なるほど。本当にその、はい、一生懸命自分で読まないとついていけなくなるんですよ。だから入り込めるのか、すごいんですよ。なるほど、そこか。なるほど、ここで引きつけられるんですね。すごいですね。もうすごいんですよこの作品は。もちろんその孤島っていう、うんうん、その密室での殺人っていう、いわゆるクローズドサークルっていう作、うん、ジャンルであったりとか、うんうんうん、あと先ほど言った童謡に関して童謡になぞらえて殺していくっていうその、見立て殺人、そういうものの、うん、先駆となる作品でもあるんですけど、うんうん、やっぱり自分はこの探偵のいないっていう部分で評価されているのではないかと。なるほど、とても面白いです。はい。普通本ってその何でしょう、うん、パーって読んでいってその、うんうんうん、読むのが止まらなくてもうあっという間に読んでしまうっていうのが面白いっていうものの基準じゃないですか。あ、確かに。例えばエンターテインメント作品であれば、
はいはいはい、でもこの作品に限ってはもうその一回一回のその事件とか起こった出来事をちゃんと自分で見て考えて止まって読むなるほどっていうことが大事な、まあ、時に戻ったりして、はい、そうなんですよ。あまさにもう自分がちゃんと探偵になったような、そのなんかテレビとかを見ててのほほんと考えるんではなくて、あ本当に実際に自分が刑事になるような感じで、あだからそういう面がやっぱりいいんだろうね、はい、すごいですよ。なるほど。でちなみにこの作品はその10人が殺されて、はい、でその亡くなった後に、警察が島に踏み込んで捜査を行うんですけど、結局犯人がわからないんですね、警察に。あらでその一見、はい、まあ、全くのその未解決事件として終わろうとしたんですけれども、はいはいはい、とある漁師がそのインディアン島の付近の、はいはい、海でボトルを見つけて、ボトル中に手紙が入ってるんです、ね、メッセージボトルってやつです。その中に犯人からの、ことのあらましが全て書いてあるんですよ。おそこでその犯人のやり口、うん、まあ、誰であるか、それと動機全てわかるんですけど、うん、だからその犯人のメッセージボトルが開かれるまでの段階で、うん、僕たちは犯人を考えなきゃいけないんですよ。あすごいんですよ。これはもうアガサ・クリスティの時代を超えた謎々です。素晴らしい。最後の最後で明かされる、はい、そうなんですよ。なるほど。それまでがタイムリミット。なるほど。そこまでが勝負、はい、ぜひこの話を読むんであれば、はい、そのメッセージボトルのことの顛末を知るまでの間に、はい、絶対にこの人だっていうのを一つ決めて、そうしてみてください。だからこそ面白いだと思います。なるほど。世界中で愛されている作品なのではないかと。有馬くん、すごいいいプレゼンを。ありがとうございます。これは読みたくなるよ。ありがとうございます。これは読みたくなりますよ、皆さん。ぜひ皆さん読んでみてください。そうですね、はい、ミステリー、自分あんまりミステリーっていうジャンルは今まで読まなかったんですけれども、うんうん、まあ、このそして誰もいなくなったっていう作品が、うん、まあ、有名であることを知って、うんうん、パラパラっと読んだ、パラパラじゃない、まあ、とりあえずあの読んだことがあったんですね、うんうんうん、多分高校時代だったと思うんですけど、はいはいはい、まあそれでだんだん引き込まれていって、で自分なりに考えて、分かった、こいつが犯人だと思ったんですけど、うん、最後のそのメッセージボトルの下りを見て、うん、そういうことか。あ、違った。見事に自分は騙されました。あ、まあ、騙されるというか勘違いだったんですけど、あまあだからそうやってその間違ってもいいので、うん、ちゃんと自分の自分なりに推理をしてみてください、うんうんうん、まあ、ミステリーは多分それが一番の醍醐味だと思うので、はい、ということで私のおすすめるミステリーはアガサ・クリスティのそして誰もいなくなったでした。はい、はい、では続きまして、おお、マレユリさん、以前うまいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。多分読みたくなったんでしょう、これでマレユリさんも。はい。まあ、あれですよ、プレゼン冥利につきますよ、これが。ではそして、はい、そしてもうすぐ30分が経とうとしております。マジっすか。はい、やった、いいペースです。でもどうしましょう、備蓄があと1冊です。もう番組中にこんなこと言うのもあれなんですけどね。はい、はいはい、あと備蓄が1冊です。一応断っておきますと、はい、有馬くん初めて一人放送を、そうなんです、はい、しておりまして、ものすごい緊張しているんです、はいはい、もう一人放送やるってだけでもすごいのに、はい、今のプレゼンが素晴らしかったから、ありがとうございます。もう古市は満点だと思います。マジっすか。はい、あ、じゃあもう帰ります。おっと。あと30分いないと、あと30分、あと30分で、わかりました。さすがに枝会長も怒っちゃいますね。そうですね、はい、お前何やってんだって。まあ見てるかわかんないですけど。見てないんでしょうね。見てないですよね。見てないんでしょうね。って言ってて見てたら見てるんでしょうね。そうですね、はい。では続きまして私が紹介する本、はい、まあ、次のジャンルはファンタジーですね。ファンタジー、はい、で、その紹介する本は、はい、すいません、さっきから文字が薄くて悪いんですけれども、柳井匠さんの、ゲートっていう作品のシリーズものですね。はいはい、まあ、この作品は、ネットに公開されて好評だったものを、大幅に過失修正をして書籍化された作品なんですね。元がネットだったんですね。ネットなんですよ、まあ、ファンタジー、何ですか、ネット出身のファンタジーものは結構最近多いです。最近増えてきてますよ ね、 そういうの。やっぱりファンタジーってその何でしょう、はい、発想したもん勝ちじゃないですか。あ、
でネットってやっぱりその、はい、発想の宝庫なんで、ね、そうですね、まあすごいのがいっぱいありますね。確かに有名どころだと、はい、魔王湯でしたっけ。あ、聞いたことあります、はい、あんなのもありますし、はいはい、まあそういう中でも私はこのゲートシリーズを進めたいと思います、はい、まあ簡単にこちらもあらますよう説明していきたいと思います、はい、まあ、時は 2000XX 年、お、はい、まあまあ大体現代だと思っていただければ、はいはいはい、その東京の銀座、うん、まあ、人がいっぱい行き交う、まあ、日本の中でも一等地、一等地、まあ、そういう栄えた場所なんですけれども、うん、そこに突如ものすごいバカでかい門が現れます、ね、文字通りの門です。ドカンと、はい、はい、でその門が開かれたら中からその中世の鎧を着た兵士だとか、小説の中にしか出てこないようなオークだとか、うんうん、アジンっていうんですか、 ああいうのがすごい攻め込んできた、で、まあ、その場は自衛隊がなんとか駆けつけて、うんうん、ひとまず沈めたんですけれども、うん、じゃあこの門は何なのかと、うん、確かに気になる、はい、いろいろ調べたところ、はい、どうやらこれは異世界につながっているようだと、いわゆるそのファンタジー、はい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 、世界とつながっているのではないか。なるほど、日本にこんな場所ができた、じゃあ行こうっていうことで、はい、うん、日本のトップが、まあ、自衛隊のほうほうほう、そのある隊に、うん、まあ、ちょっとここを見てこいみたいな感じで、なるほど、その向かわせるんですね、うん、その隊の中のその指揮官のある自衛官の視点から、うん、まあ、見たその物語なんですけれども、まあ、この話の何が一番すごいかっていうと、うん、まあ、そのもちろん銀座の中にポンって異世界への扉ができたっていうのも十分すごいんですけれども、うん、それだけで十分すごいけども、はい、実はさらに、うん、はい、そうなんですよ。この作品はものすごいリアリティがすごいんですよ。ファンタジーなんですけれども、うん、自衛隊に関する、うん、その武器の、まあ、使い方、用語、うん、まあ、あとその自衛隊の中のそのもろもろ、ほうほうほう、ものすごい、すいません、うまく言えないんですけど、細かく記されて、そうなんですよ、詳しいんですよ。とてもそのど素人が取材で一長一短で付け焼き場でできるような量ではないんですけど、うんうん、なんでこんなことができたかというと、うん、実はこの柳井匠という方が元自衛官なんです、はい、だから細かく見たいですね、書けるんですね。で多分もともとミリタリーなんかも随分お好きな方みたいですし、うん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 、ですからそういう実体験に多分基づく描写、うん、そういうのも相まって、その例えば、まあ、ファンタジーの大御所であるドラゴンとの戦いもあるんですけど、妙にリアリティ妙にリアリティだから現実感があるし、はい、もしかしたら実際に起こるかもとか思っちゃう、はい、なるほど、すごいんです。なんか普通のファンタジーだったら、はい、まあファンタジーだからあだよな、はい、まあ魔法でバーンみたいな、危ない危ない、はい、まあ、剣でバーンみたいな、はい、よくあるんですけども、普通はないよねって感じになっちゃ う、はい、ガチの銃を使うみたいな、軽機関銃みたいな、あなんかあのロケットランチャーのもどきみたいなのを使って目を狙おうみたいなまあすごいんですよ。なるほど、はい、でまあだんだんその間を追うごとに、うん、その異世界との交流、まあ、その異世界の中にも支配をしている、うん、まあ、やっぱり国があるんですけれども、うんうん、そことのいさかいだけではなくて、うん、その異世界の資源を狙った他国、うん、まあ、米国であったりとか、うんうん、そういう海外からの来るんだ、そうなんですよ、圧力も相まってものすごく、なんでしょう、これはなんて言えばいいんですか、三つどもえの争いに発展していくんですね。おそういう外交の、うんうん、なんでしょう、駆け引きなんかも、そういう問題も、はい、出てくるから、よりリアリティもあり、ね、ファンタジー、はい、なんかちょっと今の現代の私たちでは目に見えない、はい、その国と国同士のいさかいのようなものの一端がまたちょっと見れたりもするので、なるほど、ただのファンタジーではなく、はい、また今の私たちの生活にも、生活はその国と、なんて言うんでしょう、現実にもある程度関わる場所があるので、うんうん、そういうところも気にして、だからこそ、はい、なるほど、ファンタジーの中でも私はこれをお勧めいたします。
いいですね。ありがとうございます。やっぱり有馬くんプレゼンうまいよ。ありがとうございます。うまいよ。マジですか。うまいよ。すごい読みたくなるもん。ありがとうございます。これはぜひ会長にも見せないと、はい、会長、はい、会長有馬くんのプレゼン能力見習おう。見てるか分かんないけど見習ってください、うん、お、はい、お、2人来ましたよ。お嬢12273。なるほど。で、丸谷ゆりさん、読みたくなります。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。助かります。もうプレゼン冥利につきますよ。はい、はい、ストックがなくなりました。あ、はい。どうしましょう。まだ、はい、あと24分ぐらい、ね、24分ですか。もうこっからはもうあとはもうだらだらとも許しからしく、はい、マジっすか、うん、もうあれで俺の行き当たりばったりな本の紹介でもいいですか。何の問題もありません。一応この紙に書いてきたんですよ、はい、さっき、はい、その作者と作品は、はい、ですから、はい、こっからはもう俺の頭にポンと思いついたのをなるほどポンポンっていくような感じで。全然問題ありません。いいですか。ありがとうございます。はい、では早速あ、来ましたよもう一人。お、マジですか。京根みなみ、間に合った。疲れ怖い。ありがとうございます。やりましたよ、みなみくん来ましたよ。あと会長さえ来れば。本当ですね。会長来いよ。会長後輩が一人で頑張ってるのに。まったく家でダラダラして腹かきながらテレビでも見てんじゃないですか。まあ冗談はさておいて。冗談はさておき、はい、続いてはじゃあ時代小説になりますね。をちょっと紹介していきたいと思います。まあでもこちらはやっぱりものすごい有名な作品なんですけれども、うん、できました。私が紹介する先、はい、コメントいきますか。はい、先コメントいきましょう、ね、あの人は関係ないことプレゼンしてございますから、ね、全くですね。いないうちに悪口を。いたれ ものすごい身内ネタが混ざり始めました。やばい、すみません、ごめんなさい。全く関係ない方本当に申し訳ありません。もう少し。はい、はい、そうなんですよ。はい、すみません。では、続きまして私の紹介する時代小説は、はい、うん、和田龍さんののぼうの城。お、あ、聞いたことある、はい、こちらもあの映画化された、はい、うん、そう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 、なんかも有名どころばっかり、なんかいやいやいや、違和感だろうみたいな感じに思うかもしれないです。もうちょっとご容赦ください。はい、まあこののぼうの城という作品は、はい、あれですね、食法時代、特に織田信長がもう亡くなって、うんうんうん、亡くなった後だったはずですね。はいはい、で豊臣秀吉がまさにもう天下をまあもう取ろうと、ほうほう、一気に勢力を伸ばした時代のお話なんですけれども、まあ、あるお城、市城でしたかね、うん、確か。そこをその豊臣秀吉が攻め込もうという時に、まあ、その石田三成ですね、豊臣秀吉の配下であったその人に、まあここはお前に任せるっていうことで、うん、まあ、その御師匠というところを石田三成が攻め立てたんですけれども、うん、多分これは史実にちゃんと基づいた話で、石田三成が、はいはい、多分唯一負けた戦になるんですか、ね、そうなん、この御師匠っていうのだけは、結局陥落させることができずに、お、形としてはその豊臣側の負け戦になったはずです、ね、あら、はい、あ、マリアユリさん、お師匠ですね。あ、そうです。その通りです。知ってますね。はい。はい、トラインポップさん、数回前のゆるしかラジオを見てもらえば分かりますよね。あ、多分会長のことかな。会長の。会長かな。会長かな。会長ったら。会長。会長。まあ、こんな感じなんですよ。はい、俺でさえいじってるんですよ。はい、みんなに愛されてますからね。そうなんです。愛されているんです。っていうことにしておきます。はい。はい、素晴らしい会長。はい。どこまで行きましたっけ。そうですね、そのお師匠の、はい、城主、うん、農民からのぼう、まあ、要するにその何でしょう、出来損ないみたいな、もうでかいだけみたいな、そういう愛称で呼ばれてる方がいるんですけど、うんうんうん、まあ、その人の視点、まあ、視点は結構入り乱れるんですけど、まあ、主にその方を主人公とした、また別の角度から見たその、はいはい、石田三成の負け戦についてなんですけれども、まあ掛け根なしで面白いです、うん、時代小説っていうものに自分はそもそも抵抗感があったんですね。おその熱いし
ものすごいくどいし、あ、確かにね、なんかものすごい作者の自己満足で書いてるなって先にばっかりだなっていうのが自分の意見だったんですけれども、この和田龍という方の時代小説は何でしょう、テンポがいいんですね、見ていて、はい、ものすごいくどい何か歴史の説明がくどくどとあるわけでもないし、そのあるがままのその出来事についてを、まあ、淡々ではないんですけど、まあ、テンポよく時折、簡潔に分かりやすくみたいな、はい、笑いも交えながら、ものすごい読みやすいですね、この方の。それだと確かにいいですね、はい、この方でしたら他に村上海賊くんの娘でしたっけ、それもものすごい売れて、なんでしょう、多分今のニーズに合った時代小説の書き手なんでしょうね、この方が。なるほど、だからこそ人気が出るんですね。ね、まああの例えば今で言う、何でしたっけ、黒田官兵衛は終わったでしたっけ、花模様でしたっけ、はい、花模様がこの前ですよね、始まりましたね。ああいうその大河ドラマに、まあ、ああいう大河ドラマにはちょっと慣れない方なんですけれども、純粋なエンターテインメントとしては、私は大河ドラマよりもこちらを見ることをお勧めいたします。はい、はい、ですから皆さんも和田龍さんぜひチェックしてみてください。あ、マリアエリさんまたコメント結構来てますね。本当ですね、もう本当ありがとうございます。間違いなくコメントゼロだったら俺30分ぐらいでふてくされてます。はい、成田氏ですっけ、そうでした、そうですね。お、すいません、あの俺のにわかっぷりがちょっとボロ出しそうなんで、いや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 、ちょっとこの辺で。まあ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 、はい、はい、っていう感じですね。はい、だから皆さんもまあ好き嫌いをせず時代小説もたまにはつまんでみてください。はい、そうなんです、小説は結局その好き嫌いをせずにいろんなものに触れてみるのが一番なんです。そうですね、はい、結局自分にできない体験を教えてくれるものなので、やっぱりいろんな幅広い小説を見ていただけると、また人生観も、なんですか、豊かになると思います。そう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 。あ、お、パクボクさんから。タイガは長いですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。1年間ありますから。ありますね。もうで仮に小説を見ようと思っても、自分一昔前にあった天地人を小説で読んだんですけど、はいはいはい、まあ分厚いのが上中下ですからね。あれをちょっと見ようとは。僕のお母さんが読んでたんですよ、天地人。あ、読んでたんですか。はい、はい、でも途中で一回諦めて、何ヶ月か放置してからまた読んだりみたいな感じだったんで、やっぱりあれは大変だと思いますね。大変ですね、本当。はい、もうちょっとなんかキュッとした大河が出てもいいと思うんですけどね、簡潔に書かれてるけど、やっぱり内容は濃いみたいなのがあると受けはいいんですかね。さて、じゃあ続きまして、はい、何を紹介しましょう。お、すみません、ちょっと考えてます。はい、いいですよ。はい、じゃあ今回はちょっと、はい、ジャンルではないかもしれないんですけど、はい、ライトノベルから一つラノベですね、出していきたいと思います。ペン映ってる、大丈夫、ペンがあんまり映ってないですね。頑張って、もう口頭で言いますわ。はい、私が紹介する、はい、ライトノベルは、浅浦さんの書いた、はい、弁当という作品です。多少マニアックな、あれ、それなんか アニメとか、あ、アニメも一時期やってました、ね、出ましたよね、はい、はい、聞いたことあります。はい、あ、すみません、丸谷ゆりさん、次は吉田松陰ですね。あ、そうでしたね、はいはい、花もゆりは、はい、の吉田松陰の娘の杉文、娘、おお、妹、妹だったかな、はい、娘じゃないな、多分、はい、妹ですね、はい、ごめんなさい、妹です。はい、妹です、の妹の話です。はい、妹の杉文の、はい、杉文がなんかヒロイン、なるほど、の話です。おお、はい、まあでもタイが自分見てないんで、はい、そろそろ見たいですね。なんかはい、テレビ、NHK の宣伝によると、イケメン俳優がいっぱいいる、やったねって言ってた。あら、はい、あら、あ、イケメン俳優いっぱいいるよ。男だ俺。うん。すいません、まだこっちの趣味は。まあ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 、はい、まあでもかっこいい俳優もいっぱい出るらしいので、皆さんも見てください。はい、はい、俺が見ろって話なんですけど、はい、すいません、話を戻します。はいはい、ベントゥです。はい、それです、ベントゥです、それがそうです。はい、簡単にあらすじを説明したいと思います。はい、スーパーに半額弁当ってあるじゃないですか、賞味期限が切れそうになった、ん、
あ、私たちの自生活でですね、はいはい、その期限が切れそうになった弁当って半額のシールをしてあったりするじゃないですか。あ、そうですね、はい、あれを奪い合うという話です、はい、あ、簡単に言うと半額シールの貼られた、はい、弁当を取り合うっていう、すんごくどうでもいい話。そんな作品、そんな作品なんです。あ、名前しか知らなかったからなんだろうと思ってたらただ、はい、そんなくだらない、はい、なんでしょう、趣旨なのに、うん、ものすごいバトルが熱かったり、お、妙に人間ドラマがあったり。マジですか。くだらないんですよ、弁当の取り合いなのに、はい、そうなんですよ、たかが弁当の取り合いなのに、はい、妙になんか胸が熱くなるんですよ。あれ、なんか弁当って区切られてましたよね、はい、それですだからなんだろうこれって思ってて、はい、そんな感じなんですね。そんな感じなんです。え、なんか、はい、一気にはぁ、はい、なるほど、はい、そうなんですよ、はい、まあ、ライトノベルっていろいろありますけど、うんうん、やっぱり軽い気持ちで見れるっていう意味でもライトじゃないですか。なるほど、そういう意味でこれほどくだらない作品はないと思います。あ、なるほどこれほどくだらないのに面白い作品はないと思います、はい、タイトルからしてなんか、そうなんです、うん、今聞いたら、はい、あ、はいってあー、そうなんですよ。ちょっとそれ良さそうですね。いいですよ、あれは、はい、ですから、なんでしょう、今なんかいまいち見る本がない、うん、でもそんなに、うん、なんでしょう、分厚いガチな文学作品は見たくないっていう方は、うんうん、ぜひライトノベル、そして弁当よろしくお願いしますはい、あ、マレーリーさん、あ、くだらない話ど面白い、くだらない話ほど面白いことありますよね、はいはいはい、そうなんですよ、やっぱくだらないこと、確かに、あの普通日常のなんか、はい、ふざけた会話の方が面白かったりすることありますからね、はい、そうなんですよ、そういう感じで、あ、そういう感じで見れるんですね。そうなんです、あー、それは確かに面白い、はい、あー、そう言われたら見たくなってきますね。ぜひ見てください。あー、気が、なんでしょう、気を楽にしながら見れます。はいはいはい、なんか難しく考えたりしないで、はい、そうですそうです。あ、だから、そして誰も見なくなったを見終わって頭を空っぽにしたいときに弁当を見ると。なるほど、はい、この、はい、このルーチンワークをお願いします。なるほど、まあ、あの言い方悪いですけど、暇つぶしにとかでも全然、はい、なるほど、はい、はい、暇つぶしにぜひお願いしますはい、まあ、こんな感じですかね。ちなみに、あと、はい、あと13分ぐらい、あと13分、まあ、ちょうどいいぐらい、ね、エンディングトークのお時間しますか。来てもいいですし、では、まあ、続けてもいいですし、はい、さあどっちを、ではちょっともう一冊程度紹介していきたいと思います、はい、いい流れ、いい流れですよ、はい、さあ何がいいかなもうでもなかなかいきなり番組中に考えて言えるっていうのは、はい、あ、マジですか、すごいと思いますよ。ありがとうございます、はい、一応家である程度どんなジャンルで何を言おうっていうのを考えてきて、うん、あ、はい、で一応準備はそうさすが、さすが、ありがとうございますで、ミステリーと、はい、ホラーと、あと何でしたっけ、ファンタジーは結構ポンポンポンって出たんですけど、うんうんうん、他に何があるだろうって考えた時に、うん、恋愛、まあ、ラブストーリー、あー、はいはい、やっぱりまたベタな、ベタですけど、やっぱりベタに行こうかと、いろいろ、はい、いい話がある思ったんですけれども、はい、私はあいにくラブストーリーを全く見ていないと、はいすいません、お、本当に何でしょう、びっくりするぐらいラブストーリーっていうのを見てないですね。あー、あ、ダメだ、ラブストーリーの話はしちゃいけない、あの会長が、会長がやばい、すいません会長、会長すいません、うん、申し訳ありません、ラブストーリーはあの、はい、会長に刺激が強すぎるので、そうですね、申し訳ありません、鼻血出して倒れちゃうレベルなので今年は恋愛運悪いらしいですから会長すいません、はい、口が滑りました。まあまあまあ恋愛は、まあ、はい、さておいて、さておいて、はい、では他にスポーツですかね。じゃあ、お、スポーツ、そういえば自分スポーツもあんまり見ないですね、うん、すいません、あ、スポーツも、はい、あ、でもあの自分もともと野球部で、はいはいはい、その野球の本をちょっと見たいなって思っていた時期に、お、浅野敦子さんのバッテリー、 ありますね、はいはいはい、有名な、これもやっぱりドラマ化されたと思うんですけど、ドラマ化も、はい、あ、ドラマ化ですね、はいはい、されてましたね、あれも面白かったですね、はい、それこそあれもちょっとした恋愛、あれなかったっけ、あすいません、前だいぶ昔に見たからうろ覚えですね、俺もうろ覚えです、はい、ただまあ爽やかですよね、はい、すごいです、なんか見ていてすっきりしますね、うんうん、
いや青春っていいなって思いますよ、ね、あの浅野敦子そうですね、はい、浅野敦子さんの本自体がなんかもう、うん、ザ青春って感じですもんね。なるほど、はい、ザ青春、ザ青春です。はい、あの方の、ザ漫才っていう話も見たんですけど、おうおう青春でしたね。はい、なるほど、はい、新書、新書、新書とは、新書とはこれちょっと俺わかんない、俺わかんない、すいません、俺もわかんないです。あったあった、申し訳ありません、教えてください、ま、もう一言フォローがあれば、はいはい、はいはい、新書、新書、浅野敦子さんのですかね、ん、まあ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 多分そのうち言ってくれるでしょう。はい、そうですね、だから何でしょう、爽やかさを求めるとか、そのほうほう、すがすがしい話を読みたいっていう時は、うん、まあ、浅野敦子さんのお話を手に取ってみてはいかがでしょうか、はい、ですかね、うん、すいません、スポーツはこれぐらいで申し訳ありません。あら、本当ですね、ありがとうございます。では他、うーん、まあでもこうしてみたら俺ってそんなにものすごいいっぱいの、なんでしょう、ジャンルを見てるわけではないのかもしれないですね、うん、結構自分もこう考えたらジャンル、見るジャンル偏ってるかもしれないですね、はいはい、ちょっといろいろ、お、まあ、それこそラブストーリーに、うん、ラブ、うん、にも手を出そうかなと、はいはい、まあまあちょっと手を出して、そうです、ね、会長の陰に隠れながら、はい、隠れながら会長に見られないように、はい、で会長の先を越したいと思います、はい、そうですね、はい、すいませんすいません会長、はいはいはい、はい、他にはどうしよう、お、でももうそろそろ、あ、もう10分切ったんで、いい、お、あら、はい、ということはいよいよエンディングトーク、お、エンディングトーク、満を持してエンディングトークに、満を持していきたいと思います、はい、特に案はないです。あと8分どうしましょう、一人放送完走まであと8分です、あと8分です、ちょっと冷や汗が出てきました震えてきた、はい、どうしましょう、ここでこそ、はい、あの封建の普段の、はいはい、くだらない話をしていけば、あ、いいですね、お、あ、じゃあ一つ、お、あの、そう、九段の会長が、あ、はい、九段の会長が、九段の会長が木刀を持ってきたんです、ね、木刀を持ってきた、あの、なんかにエセ神剣みたいな、そうそうです、なるほど、あの、模造刀ってやつですね、その、はいはい、鞘はちゃんと硬いんですけど、はい、中が、まあ、あの、銀色に塗ってはあるんですけど、はい、まあ、木刀でっていう、まあ、それをすごいドヤ顔で持ってこられたんですよ枝先輩が、あのうちの会長枝会長なんですけど、あの若干子供っぽいところがありましてですね、可愛、はい、らしい方なんです、あの、はい、はい、あの可愛らしい世界のネズミさんもそうですね、大好きという会長さん、まれ、はい、にあの、はい、青垣祭で出演するというあのなんか世界のネズミさん、はい、世界のネズミさん、なんかなぜかあの会長がいなくなるっていう、そうなんですよね、なんかあの世界のネズミが現れる時だけ、あれ会長、あれ会長っていう、あれ会長で、なんかいつの間にか戻ってきて、そうなんですよね、あれネズミはって言ったら、そうです、あ、なんか帰ったって、あーっていう、そういうことがよくある、ありますね、会長さんなんですけど、なんですけれども、はい、木刀を持ってこられたと、はい、でまあその木刀でみんなでワンワンやんやしてたんですけれども、はい、まあそれが昨日の話ですね、はい、で今日、私は2時間目が終わってから部室に行ったんですけれども、はい、その木刀が折れてましたその木刀が折れてました、はい、あ、はい、あ、コメント、はい、弟を干渉よちゃんと活動もやってます、そうなんですよ、ちゃんと活動もやっておりますが、おりますが、があの会長が若干、はい、あの子供っぽい面がありまして、まあ、そういうところが露呈してしまうだけであって、はい、あの本当にちゃんと活動はしております、してます、真面目な部です、はい、はい、マリアさんから銃型ライターとか模造刀とか宝剣さんの物質は物騒なものが多いですね、すべて会長の私物です、私物でございますはい、あのおバカさんです、そうなんです、おバカさんです、あの子は、まあ、そしてあの、はい、模造刀鑑賞用じゃなくて、はい、はい、もう折れてしまったの で、 折れたんですよ、残念ながら鑑賞用でもなくなってしまいそうな勢いがありますけども、はい、そうなんですよ、はい、何、そうなんですよ、何やってますよ、真面目にちゃんとやってますよおっと疑いが、はい、疑いがかけられましたが、物騒なのは会長です、はい、会長が物騒なんです、もうずっと折れちゃったんですか、折れたんですよ、な、え、結構根元からバキっていってて、で、あの
セロハンテープで申し訳程度の応急処置がしてあったんですね。誰が分かんないんです。誰がおった本当にあの俺が行った時には折れていて、はい、枝先輩に会長に聞いても、はい、もう俺が来た時には折れていたと。ああ、うん、はい、あなるほど。お、はい、もぞーっと、そうなんです、もぞーっと折れたんです、はい、あ会長は来週成人式です、はい、はい、紛れもなくもうじき20歳です。まさかの20歳です、はい、あれで本当に20歳なのかっていうぐらいのレベルで20歳です、はい、20歳です。もぞーっと持ってきますけど20歳です。あの一応会長です会長会長ですよ、はいはい、僕たちは尊敬してます、はい、愛してます、はい、あもう我らが会長ですかね。我らが枝会長、はい、もうあの人がいないと成り立たないって思っていると思う、はい、会長です、会長です、はい、物騒な会長さんそう、まあはい、まあ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 物騒ですけど、はい、愛すべき会長です、はいはい、もう見てないとこでなんかすごい風評被害が、はい、多分なんか来週出るんじゃないですか来週マジですか。私多分ここら辺にいると思います。なるほど、はい、まあ、その時は会長から直々にその、うん、なんでしょう、弁解なりなんなり聞いてやってください。 あいつかって、はい、思ってください。はい、はい、あ、はい、はい、おジョンがおったんだろうきっと。黙れって、はい、黙れってきましたよ。あやめ、身内、まあ、身内で喧嘩やめてください、はい、やめてください。あの全世界に広がるんでやめましょう。やめましょう。危ないです。はい。封建の風評被害です。やめましょう。決してそんな物騒なもの、はい、部員ではないです。もういつも愉快なニコニコメンバーです。はい。はい、あちょっと若干語弊が。ちょっと盛りすぎました。危ない危ない。はい。はい、まあそうなんですね。だから本当に模造刀の一日の輝きでしたね。おかしいな、もっと大切にしないと。ですから、あの折った方がいらっしゃったら、はい、ぜひ犯人探しが、はい、放送研究会までご一報をよろしくお願いします。はい、コアスタントはお嬢さんの役目なんですね。あ、黙れ、バイ枝先輩って言いました、ね、あ、はい、はい、なるほど。まあこの件に関してはノーコメントで。なるほど、はい、行きたいと思います。あ、次は何を持ってきてくれるんですかね。何なんでしょうね。何なんでしょう、本当多分物騒なものでしょうね、はい、銃も贈答できましたから、メリケン作ったり、ハンマーありかもしれないですね。ハンマーやらメリケン作やら、メリケン作やらちょっと物騒な、物騒にそろそろ捕まってもいいんじゃないですか ね、あの人、あの人捕まってもいいと思いますよ。いいですよね。あの模造刀でもなんか銃刀法違反とか若干、あ、取られるんですか。取られないと思うんですけど、はい、あの普通にマップ、あの皿で持ってたら多分疑われますよ。なんでしょうね。何やってるんだね君。やばいですよ。詰まったなしですもんね。めっちゃ危ないですよ。はい、ということで次の会長の持ってくる物騒な私物にもぜひ、はい、皆さんご期待ください。はいはい、まずあの逐次、はい、ゆるしかラジオで、はい、行っていきますので、はい、ぜひ会長の私物事情について小出しにしていきます。はい。はい、いやまたいいですね会長、またネタが一つ増えたじゃないですか。やりました。だから愛されるんだな。すごいですね、本当。あ、憎いな、憎いですね。あざとい、あー憎い、あーじゃあって言いながら、ね、あと2分ですよ。あと2分ですか。はい、やりましたね有馬くん。やりました、はい、戦闘集団か何かな、もう疑われてもしょうがない。もうなりますか、なっちゃいますか。なる戦闘集団に、封建という名の戦闘集団やっちゃいますか。やばい、なんたら国に。あ、やばいやばいやばい、これはやばい、殴り込みに行きましょうか、ね、やばいですよ、逆に殺されますね多分。やめときましょう。あの明日もう亡き者になってしまうと思うのでやめておきましょう。はい、はい、まあ、あくまでもハリボテの戦闘集団、はい、一瞬でやられます。はい、はい、ということで、ではそろそろですかね。はい、もう、はい、締めに行きましょう。締めに行きましょう。あと1分です。はい、はい、ではこの奈良大学放送研究会では専用サイトなんと710放送局にて毎週金曜日にウェブラジオも配信しておりますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、すいません噛みました。大丈夫。はい、会長だったらもっと噛む。 ありがとうございます。会長ありがとうございます。で、ちなみになんと710と検索していただければ出てくると思いますので、はい、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。はい、では、この新年一発目のなんと710、そして初の一人放送、はい、本当です、私の一人放送、はい、バイ古市先輩、あ、はい、ありがとうございます。大成功、大成功です。ありがとうございました。有馬くん頑張りました。ありがとうございます。で、今日のお相手は1年の
国文学科、1年のエースこと有馬弘樹と、はい、あと画面外から国文学科2回生のいちごこと古市隼人でした。はい、それではまた来週、さよなら。さよなら、ありがとうございました。はい、あー、まだですか。ありがとうございます。